超音波でサブミクロンのパーティクルを除去。ホンダ電子の高周波バッチ式洗浄機 W357BM シリーズのご紹介です。半導体製造に洗浄工程は欠かすことができません。世界的な半導体需要の増加に加え、半導体のウルトラクリーンの時代に入り、繊細な部品を素早くきれいに洗浄することは半導体製造現場において必須の課題ともいえます。超音波洗浄の場合、対象の汚れによって選ぶべき周波数が異なります。半導体ウェーハのパーティクルを除去するには 400kHz 以上の高周波洗浄機が適切と言われています。W357BM シリーズは 1MHz の高周波発信でキャビテーションによるダメージがなく、サブミクロンのパーティクルを除去することが可能です。半導体ウェーハや液晶ガラス基板、ハードディスクドライブの部品などの精密洗浄に適しています。W357BM シリーズはバッチ式の超音波洗浄機です。半導体ウェーハをメガヘルツ帯の超音波洗浄槽に入れ、複数枚同時に洗浄することができます。一度に多くの半導体ウェーハを洗浄できるので時間短縮になるというメリットがあります。W357BM シリーズは発信機と振動子ユニットで構成されているセパレート型の洗浄機です。設備などへの組み込み用として使用される振動板タイプと、設置が簡単ですぐに使用できる総タイプがあります。ご要望に応じて特注仕様の振動子ユニットの製作も承ります。ワークに合った特注振動子にすることで小スペースで洗浄が行え、洗浄液の節約にもなります。その他にも通信機能により累積稼働時間、出力状態、発信機内部温度などをモニターでき、予防保全や工程管理に活用できるという特徴もあります。ラインナップのご紹介です。 W357BM シリーズはワークの大きさによって選べる 600W タイプと 1200W タイプの発信機があります。これらを組み合わせることでより大きなワークの洗浄を行うことが可能になりました。また従来機よりも小型・軽量化したため、設置場所の選択肢が広がりました。ホンダ電子の高周波バッチ式超音波洗浄機 W357BM シリーズをぜひご検討ください。